最初の画面は、ちょっと講座には直接関係ありません。第一张图呢，跟这次的主题并没有直接的关系。日本の江戸時代、1846年に、アマビエという妖怪が、予言をした時の話です。这边呢是想要跟大家分享一个传说，日本江户时代，也就是1846年时，有个叫做阿麻比埃的妖怪从妖中出现，从海中出现，并说了一段预言。この年から6年間は諸国全国で、豊作、作物がたくさん実る。从今年开始，将会持续6年，各国都会有大丰收。しかし、同時に疫病が流行します。但同时也会有传染病蔓延。私の姿を絵に描いて人々に見せなさい。请把我的模样描绘下来给人们看，这样做就可以防止灾疫蔓延。で、疫病が収まったというような過去の経験もあって、因为至今也有人用这样的方式。阻止过传染病蔓延。2020年の2月にまたアマビエが日本で復活しました。于是，在2020年，的2月27日，日本又掀起了一股绘制阿麻比埃这个绘图的风潮，希望可以借助它的力量来击退新冠疫情。世界中のコロナが早く収まることをお祈りして、今回これを出しました。所以这次我也分享了这张画，希望可以，让新冠疫情早日平息下来。早速講座に入ります。那么现在开始进入主题。今日お話しする内容です。今天我要说的是，一つ目が日本の避難情報。その中で一つは避難情報の変遷、移り変わりですね。二つ目が現在の日本の避難情報。それと三つ目が、避難情報に関する課題です。首先是要讲日本的避难资讯，第一点是避难资讯的演变，第二点是现在的避难资讯，以及第三点是目前遇到的课题。二つ目の大きな内容はコロナ禍における避難行動です。另外一个大内容呢，是在新冠疫情下如何营运避难所，二つ目が避難所の感染防止対策。还有如何在避难所预防新冠疫情蔓延。二つ目が避難する人の感染防止対策。以及如何让去避难的人不要被感染新冠疫情？まず日本の避難情報の変遷です。首先我要讲的是日本的避难资讯的变迁。いけない、進めてない。ごめんなさい、進めてなかったですね。不好意思，我忘记调整简报了。OK。请各位将麦克风はい、静音。変遷です。1961年に災害対策基本法というものがありまして、その中に避難勧告と避難指示というのは決められました。在1961年制定了灾害对策基本法，当中针对避难劝告和避难指示都增添了新的规定。いくつかの災害があって、避難情報が見直されましたのが2005年で、避難準備情報が最初にできました。而最初的避難準備需要援助者避難資訊呢，则是从2005年开始的。この後にやはり大きな災害がいくつかありまして、要援護者避難を削除して、避難準備情報に変更しました。而从那之后又发生了好几次的大灾害，于是，在2014年把需要援助者避难这样的叙述删除掉，把它变成了避难准备资讯。またいくつかの災害を経験して、避難準備情報が避難準備高齢者等避難に変更になりました。然后又经过了几次灾难的教训后，又将避难准备资讯变更成了避难准备高龄者等避难这样子的名称。またいくつかの災害が発生しまして、2019年に5段階の大雨警戒レベルを導入するようになりました。然后这之中又发生了几次大灾害，于是2019年就加入了5个阶段的大雨警戒等级。
以前のものと比べると変更になった点は、レベル3の避難準備高齢者と避難は高齢者と避難に変更になりました。建工の前後比較的话，等级三是从避难准备高龄者等避难变更成了高龄者等避难。レベル4の避難勧告と避難指示が一緒のレベル4になってましたけども、一本化されて避難指示に変更になりました。而避難劝告和避難指示则被归类成了同一个等级，统一统称为避难指示。レベル5の災害避難発生情報は緊急安全確保に変更になりました。而等级5的灾害发生资讯则变更为紧急安全确保。その状況はこういう状況です。画成图表的话，就像各位所看到的这样。現在2021年5月20日に新しくできた情報について詳しく説明します。再来要跟大家简单说明的是，从今年2021年5月20日又重新改定的一些新的规定。レベル1とレベル2は気象庁が発令する情報です。等级1和等级2的发布的单位是气象厅。レベル3、レベル4、レベル5は市町村行政が発令する情報です。而三四五等级则是由市町村，也就是他们的行政机关、地方政府来发布的。それぞれの避難行動について簡単に説明します。レベル2の自らの避難行動を確認するとありますが、何をどのように確認したらよいのか住民にはよく理解されていません。但是光是这样的叙述，居民没有办法理解其中的细项内容。例如说，等级二的确认自己的避难行动，居民其实不知道应该要怎么确认，也不知道实际上要确认什么。レベル3の危険な場所から高齢者等は避難とありますが、高齢者等の等は他にどのような人を指すのかということが住民には理解されていません。而等级三的危险地区的高龄者等避难，居民其实不知道所谓的高龄者等指的是高龄者和其他的哪些人。レベル4の危険な場所から全員避難とありますが、今自分のいる場所は危険な場所なのか、住民はここは大丈夫と思っています。而等级四的危险地区的人全部避难，居民其实不知道自己所在的地方是否算是危险地区，所以会认为自己的所在地是不会有危险的。避難情報という枠組みはしっかりありますけども、虽然避難行動的具体就算定得很完善。避難行動の具体的な説明や訓練は行政が中心となって行うよりは、地域の防災リーダーの役割に頼るところが大きいです。但还是需要有具体的说明和训练，而这个具体的说明和训练呢，由地区的防灾领袖执行，会比地方政府来执行更有效。日本の防災士は地域の防災リーダーとして地域で活動している代表的な指導者と言えます。而日本的防灾士就是地区的防灾领袖，是在地区进行活动的具有代表性的指导者。日本では住民が避難行動を起こすためのきっかけになるものを避難スイッチとか避難トリガーと呼んでいます。在日本，我们把能促使民众采取避难行动的要素称为避难开关、避难触发器。例えば気象庁が知らせる降雨量の予報。例如气象局的降雨预报，行政からの避難情報，行政机关发布的避难资讯，地域にある昔からの言い伝え，地方的古老传言，河川に設置した危険水位を確認するためのメモリなどです。河川的危险水位标示图。個人や地域で避難のきっかけとなる危険度の目安を決めておいて、
危険度が高くなったら避難の呼びかけや避難を開始するというものです。以个人或地区为单位，制定必须采取避难行动的标准。一旦危险度变高，就立刻呼吁避难或采取避难行动。まあ、つまり避難情報制度や避難計画がしっかりできていたとしても、住民側に高い避難意識と避難行動困難者を地域で支援するコミュニティがなければ、人的被害を防ぐことはできません。也就是说，即使避难资讯制度完善，居民本身还是要有高度的避难意识，且要有能支援避难困难者的社区，否则还是无法避免受灾。どのくらい住民が避難をしないかということを数字でちょっと示します。居民到底有多么消极避難呢？我用一些数据来跟大家说明。令和元年、2020年でいいのか、2019年か、令和元年2019年の台風19号の時です。2019年台風15号、台風第15号袭击日本時、東京中心に1都13県で死者86名を出した災害です。すみません、もう一回言ってください。東京をはじめ、東京の周辺で13の都道府県、13の行政区で死者86人、6人を出しました。106人ですか？86人、はい。在这个2019年的台风第15号袭击时，东京都包含周边的13个行政区域，总共有109位罹难者出现。この13の190ですか？すみません、190ですか？190人でしょうか？が86人。あ、すみません、86人。13の。我更正一下，罹难者总共是86位。で、この13の行政区が発令した対象者、避難をするように発令した対象者は79万7人です。あ、7万人です。797万人。797万人に対して避難しなさいという呼びかけをしました。而他们发布避难资讯的对象总共有997万人。実際に避難した住民は 3% の23万7千人だけです。但是实际上去避难的人却只有 3%， 也就是23万人。去年、令和2年、2020年です。令和2年、2020年。続けてください。はいはい。令和2年、2020年。日本では令和2年7月豪雨というのがありました。7月豪雨。はい、豪雨。すごい雨。たくさんの豪雨。はいはいはい。在去年有发生了大豪雨。熊本県というのがありますが、熊本県内の3つの市、4つの町、4つの村、11の行政区で2万4567人の人に避難の発令をしました。在那一场2020年的豪雨当中、熊本县有发布避难资讯、而避难资讯的发布对象总共有2万560万人。2560人。実際に避難した住民は1508人です。但实际上去避難的人只有3580人。これは指定された避難所へ避難した人数ですから、それ以外のところに避難した人も当然いると思いますけども、圧倒的に避難する人数は少ないです。这个是统计那个区域的避难人数的结果，当然在那之外应该也还是有其他避难的人，但是光这个数据来看是非常少的。これほど住民の方は避難に関して、意識が低いということが言えます。
从这里可以看出，居民的避难意识其实是很低下，非常消极的。避難しない問題として、例えば、避難の情報の伝達の仕方というのがあります。那为什么会造成这样子的避难消极呢？首先，我们要先来探讨的是避难资讯的传递方式。行政側の課題として、避難情報の伝え方、避難情報発令への迷い、避難行動要支援者の把握と支援、防災担当者のスキルアップというような課題があります。政府方面有四个课题，第一个是避难资讯的传递方式，第二个是避难资讯发布的犹豫，第三个是掌握需援助者的避难行动及资源，以及第四个防灾相关人员的技能提升。1つ目の、情報の伝え方です。首先来说，第一个传递讯息的方式。防災行政無線っていうのがあります。有个东西叫做政府防灾无线电。これは地域の屋外にスピーカーを設置して、放送して、情報を伝えるものです。是在地区的各个地方设置屋外型、户外型的扩音器，传递避难资讯的方式。非常に声が聞き取りにくい、声が聞こえないという問題があって、プラス個別受信機というものが設置されるようになりました。但因为户外的扩音器容易听不清楚，所以又另外加上了家用的屋内的无线电。これは屋外スピーカーの聞き取りにくいという欠点を補うために、各家の中に設置する小型の機械スピーカーです。这个家用无线电呢，是设置在每一户家中，设置在室内的，就是为了要弥补刚才所说的屋外扩音器听不清楚的这个缺点。2つ目は広報車です。第二个是广播车。市役所や消防署などの行政が所有している公用車を利用して、情報を伝達して回るためのものです。是市公所或消防署等公家机关为了传递避难资讯而使用的公务车。日本には消防団という組織があって、この消防団も広報車による広報活動をしています。而日本另外还有消防团这样子的组织，他们也会派车辆去协助进行广播。防災ラジオです。防災ラジオは普通のラジオと違って、電源が入っていなくても緊急情報を受信すると電源が入る。他のチャンネルを聞いていても緊急情報を受信できるチャンネルに切り替わるというものです。防灾收音机，第三个是防灾收音机，它不同于一般的收音机，即使没有开启，即使没有，是在没有电源的状况下，只要接收到紧急的灾时情报，它就会自己打开。那如果您正在收听的是一般的节目，它也会自动切换成紧急广播频道。報道機関による伝達です。主なものはテレビ、ラジオということになりますが、皆さんご存知の通りです。再来第四个是报道机关，就是所谓的电视、广播，大家都熟知的这些媒体。最後に電気通信事業者による情報伝達ですけども、携帯電話、スマートフォンですね、そういったものを使ってアプリをあらかじめ入れておいたりして受信できるような仕組みにしたものです。再来第五个是电信业者，也就是使用手机，手机可以透过 APP 或者简讯得知一些关于灾害、避难等资讯。大きな2つ目です。避難情報発令の迷いということで、迷った時の教訓ということで、日本では空振り三振は許されるが、見逃し三振は許されないという言葉があります。再来要说的是第二个课题。第二个课题是避难资讯发布时的犹豫。我们在灾害中得到的教训是，可以因为挥空而被三振，但是不能因为没挥棒而被三振。これは避難情報を発令しないで被害が出るよりも、避難情報を発令したけども被害が出なかったという方がいいですよという意味です。意思就是，与其是发布后什么事都没发生，
就是宁可发布后什么事都没发生，也不要因为没有发布警报而导致悲剧发生。つまり避難情報は空振りになっても積極的に発令することで住民の命を守ることにつながります。就算只是虚惊一场，积极的发布警报还是有助于守护居民的生命。ただし、この空振りがあまり多く続くと、但是如果这样子虚惊一场的状况发生太多次的话，行政側ではまた空振りだったらどうしよう、行政の威信に関わると避難情報の発令を躊躇してしまいます。公家机关就会担心啊，会不会这次又是虚惊一场？然后这样的话可能会影响到行政机关的威信，所以就会犹豫说到底要不要发布这个警报。住民側ではまたか、今度も避難しなくても大丈夫だという安心感から避難意識を低下させてしまいます。而居民则会认为，每次说要避難，结果都没事，那这次一定也是大惊小怪，使得居民的避難意识就会下降。この2点が注意するポイントです。这两点是特别需要大家注意的。避難行動要支援者の把握と支援です。第三点，掌握需援助者的避難行動及支援。日本では避難をするときに支援をしようとする人の名簿を作るようになっています。日本规定，在灾害发生时，哪些人是需要援助的？他们需要做一个这样子的名簿出来。この名簿はどのように活用されるかというと、災害時に避難支援を必要とする人の情報を支援する側、消防とか警察、民生委員、自主防災組織、そういった人たちに伝達するために使います。而这些名册会给民生委员、消防、水防团体等单位去做活用。名簿作成上の課題があります。再来是制作上的一些课题。名簿の作成そのものを、拒否するということがあります。有些人会拒绝自己被登录在名册上。名簿の情報を提供することに同意しないということもあります。或是拒绝，政府将自己的名册情报提供给其他单位。名簿提出時に、情報提供に同意した方は、普段の訓練の時にもその情報を関係者に提供して訓練に参加してもらいます。而同意提供情报，并。分享给其他单位的人，这些人的情报会被用于在做防灾训练时的一些利用。名簿の情報提供に不同意の場合には、普段の訓練には使用せず、実際に災害が起きた時にだけ警察や消防などの機関に情報を伝達します。而不同意的人，他们的资料只会在真正发生灾害时被使用。并不会被运用于训练上。大きな4つ目です。防災担当者のスキルアップということで、まず課題ですけども、防災知識等の不足、人事異動によるモチベーションの低さ、災害時の担当者も被災者。再来第四点是防灾相关人员的技能提升。那课题主要被视为课题的是防灾知识不足、人事异动导致积极性下降，以及灾害时防灾人员同时也是受害者的这个要素。担当者にはなったけども、特別防災の知識や技術を持っているわけじゃなく、単に人事異動ということで、そのポストに就いたということです。因为有些相关人员他其实并没有防灾的知识，只是单纯的。得到了这个职位而已。そういった方も数年すると、ある程度の知識を得るけども、また人事異動で他のポストに移動してしまいます。那样子的人，虽然在经过几年的透过资讯的一些接触之后，会拥有这些知识，但是因为几年后又会有人事异动，所以导致他们学习的积极性会下降。
担当者に災害時業務を遂行してもらいたくても担当者自身も被災者なので場合によっては、参集することはできないこともあります。要するに、役所に来ることもできないということですね。那因为他们在灾害发生的时候同时也是受灾者，所以有可能会有无法到公司或是无法到公家机关这样子的情况，因为交通等障碍阻碍。スキルをアップするための研修があります。一つはクロスロード、タイムライン、避難所ハグ、災害図上演習ディグというのがあります。而提升这个防灾相关人员技能呢有四种方式，一是十字路口游戏，二是时间轴，三是避难所营运，四是灾害图上训练。クロスロードというのは担当者が災害時に判断に迷うような事象、出来事ができた場合に、どちらの行動を取るかということを、自分でイエス・ノーで判断するゲームです。所谓的十字路口游戏指的是当灾害发生时，决断者容易面临二选一的困难的抉择，所以在那之前就要先假想，如果发生了这样子的灾害，我会怎么做选择？让他事先有一个预想的游戏。例えば避難所に300人いるけどもお弁当が200しかありません、あなたは配りますか配りませんかというような形ですね。例如现在是灾害发生的时候，然后便当只有300个，但是避难人数有300个，但是便当只有200个，那你会怎么分配呢？タイムラインというのは地震のようにいきなり来る災害には、適用しづらいですが、今回週末に台風が台湾の方に向かってますが、こういったような災害の場合には3日前に何をする、2日前に何をする、1日前に何をする、何時間前になったらどうする、2時間前になったら避難を開始しようということで、時間系列的に自分の行動をあらかじめ決めておくものです。再来是时间轴，时间轴的话，举例来说，就是像这个礼拜六台湾会有台风来袭，那么大家就可以假想，在台风来袭前三天你会做什么，前两天你会做什么，前一天你会做什么，前几个小时你会做什么，实际上开始避难又是多久时间以前的事情呢？那避难的行动具体来说又是什么呢？このタイムラインは行政の担当者あるいは役職ごとに違いますし、地域住民の場合には人それぞれ違いますので、100人いれば100通りのタイムラインができます。而时间轴又会依据地方不同的地方而有不同，例如说这个地方有100人的话，这个100人如何避难，这个时间轴又会是另外一个独特的设计。避難所ハグというのは実際に人が動くのではなくてカードを人に見立てて避難所の運営方法を学ぶ図上演習です。而避難所营运指的不是实际去试着营运避難所，而是透过卡片这样子桌游的方式去学习避難所的营运。避難者の中にはそれぞれの家族構成、病気、怪我、いろいろな事情を持った人が避難していきます。在避难的时候可能会遇到各式各样的人，他可能有不同的生理疾病等等。避难者のカードとは別にイベントカードというのがあって、イベントカードには、例えばタバコを吸いたいけどもどこで吸ったらいいんだ、あるいは、トイレがいっぱいだけどもどうしたらいいんだというような、避難者からの質問に対する答えを考えます。另外还有情境卡的部分是例如说我想要抽烟，哪里可以抽烟，或者是说厕所都已经人满了，都已经没有位置了，那我该怎么办才好。災害図上訓練ディグというのは、簡単に言うとマイハザードマップ、行政が作るハザードマップとは違って、地域の住民が自分たちの地域に合った、ハザードマップ、地図を、防災地図を作ります。この地図は危険な場所、心強い人が、例えば消防警察に心強い人が住んでいるということで、地域のプラス面、マイナス面を地図上に落とし込んでいく訓練です。
再来，灾害图上训练是跟灾害前示地图不一样的，因为这个呢是由地方的居民自己去画的一个灾害前示地图。因为灾害居民他们对自己的居住区域比较熟悉，所以知道哪边是危险的区域，然后在那个地形上等等，哪边是优点，哪边是优势，哪边是劣势。日本の避難情報の課題の2つ目ですけども、住民側の今度は課題です。先ほどは行政側でしたが、今回は住民側になります。1つ目が安全性バイアスによる思い込み、そっちは正常性になってそうだ。正常性バイアスによる思い込み、経験の逆機能による安心感、避難のタイミングの誤認、住民を取り巻く環境等による問題の4つです。刚才提到的是，政府方面、行政方面的课题；再来要说的是民众方面的课题。首先，第一个是因为正常化偏误而产生的想法；第二个是因经验衍生的安心感偏差；再来是避难时间误判，以及居民周边环境的相关问题。1つ目の正常性バイアスによる思い込みです。自分にとって都合の悪い情報を無視したり、過小評価して日常生活の範囲内と考えてしまう人の特性のことで、自分は大丈夫、今回は大丈夫、まだ大丈夫などと考えて逃げ遅れの原因となります。首先，第一点，正常化偏误，人们容易忽略或低估，容易给自己带来不便的讯息，然后只会思考自己是日常范围内的一个特性在，就会觉得我这次没问题，这次没问题，还没问题，这些都可能会导致延迟逃生。この正常性バイアスの働きで自分だけは大丈夫と思い込んでしまい、避難をしないということが、人命を失う大きな原因になります。人命之所以会陨落，很大的原因就是因为这个正常化偏误的问题。この正常性バイアスは人間誰もが持ち合わせていますので、誰もが持ち合わせています。这个正常化偏误并不是一个特殊的现象，而是每个人都有的一个问题。2つ目の経験の逆機能による安心感です。過去にあった災害を過大評価し、過去の経験に固執して、それ以上の被害が起きる可能性を考えることができない人間の特性で、今度も大丈夫などと考えて避難行動が遅れる原因になります。第二点是因经验衍生的安心感偏差，因为过去已经受到了灾害，认为说就算再惨也不过就那样，所以就是会低估未来灾害的危险性，认为说这次一定也是跟上次一样没有关系的，而导致他们消极避难。逆機能ということに関しては、前回大丈夫だったから今回も大丈夫だよという油断から来る避難遅れです。就是觉得，因为上次已经成功保住了性命，所以我这一次一定也可以保住性命。就是因为这样子被放大的一个自信感，而导致没有成功避难。東日本大震災の時に、日本で田老町という地域があります。太郎町。田老町。在东日本大震灾的时候，有一个地区叫做太郎町，不好意思，実对，は東北のある町でいいです。東北但にあ是る町。在东北地区的一个地方。チリ地震の時に日本に津波が来ました。この時に堤防が津波を抑えてくれました。堤防チリ地震の津波が日本にも来ました。で、この津波を堤防が止めて智くれ利まし海た。啸的时候，那个海啸也有影响到那个地区。東日本大震災の時の津波も、多分また堤防が止めてくれるだろうというような安心感で避難を遅れた人がたくさんいました。因为当时发生的状况是没问题的，所以这一次他们也觉得应该是不会有更大的灾害发生了。
3つ目です。避難のタイミングの誤認です。まあ、タイミングを間違えるということです。避難行動は早期避難に徹する。まだ大丈夫はすでに危険。再来第三个是避难时间的误判。灾难发生的时候，避难是黄金时间的问题，但是很多人并没有在最早的时间避难。この避難のタイミングは時間、天気、季節、家族の構成、自分の健康状態、避難する時の装備品、そういったものを総合的に考えて判断します。而判断的时机要考虑到的是时间带、天气、季节、家人的构成、健康状态以及避难时所需要携带的物品。例えば時間帯、今外は明るいのか暗いのか、天気、雨なのか晴れなのか曇るなのか雪なのか、気候、暑いのか寒いのか、家族構成、わかるかな、家族構成、高齢者がいる、赤ちゃんがいる、健康状態、足が不自由、そういったようなことですね。要考虑的，例如说时间带的话，就是要考虑现在的天是天黑还是天亮。天气的话，就是现在有下雨吗？还是下雪呢？季节的话，现在很冷还是很热吗？而家族成员的话，就是要考虑到是否有孕妇，是否有婴幼儿，或者是有身心障碍者，或是高比较年纪大的老人家。那健康状态的话，是有没有人生病等等，都要列入避难状况的考虑。日本でもこの避難のタイミングを間違えて、避難できなかったり、避難の途中で、被害に遭って亡くなった方がたくさんいます。有很多日本有很多人就是因为错失了这个避难的时机而遭遇到了危险。住民を取り巻く環境等による問題です。例えば自宅の安全性、被害の状況、自身の健康状態、自身の怪我の有無、家族構成、まあ、先ほどとちょっとダブりますけども、自宅の安全性と、再来是居民周边环境相关问题，像是住宅安全性、人员健康状态或是损伤状况和家族构成，这个部分跟刚才有稍微有点重复了。自宅の安全性というのは、垂直避難という言葉を聞いたことがあると思いますが、自宅の高いところへ避難するということです。これは自宅の強度、強さですね。そういったものが十分ないと家ごと流されてしまったり、家が壊れたりして垂直避難も危険になります。第一点，住宅的安全性，各位应该都有听过垂直避难。那如果说这个建筑本身强度不够高，灾害一发生马上就倒了的话，那么就连垂直避难都是不可能的了。自身の健康状態については、病気しているとか、怪我があるかということですけども、まあ、自分が健康で怪我がなければ、まあ、早く移動ができるということがありますけども、体に何か不具合があると、移動時間が非常にかかるというような欠点があります。再来第二点、人員の健康状態、就是有没有生病、有没有受傷、这个会影响到避難的速度。如果您是健康的状態、或是没有受傷的状態、避難的速度就可以很快。地震の怪我の有無ですけども、自力で歩行できるかできないか、これが一つの目安になります。再来第三点、人員の損傷状況、身体損傷状況、这个影響到的是能不能自己行走的状況。例えば、腕に怪我があっても歩くことはできます。例如说、手受傷的话、还是可以走路。足に怪我があると歩けないことがあります。但是如果脚受伤，说不定就是不能够自己行走了。自分で歩けないと、支援者がいないと避難することができません。如果自己不能行走，那没有人帮助的情况下，就没有办法避难。家族構成ですけども、自分の家族の中に避難をするときに支援を必要とする人がいるかいないかが一つのポイントになります。而家庭构成的部分呢，是要判断自己家中是不是有需要避难支援的人。そういう人がいる場合には、原則車両での避難は禁止なんですが、車両を使って早めに移動するということも選択肢の一つです。虽然原则上是不能用车辆避难的，但是如果可以用车辆避难的话，是可以去帮助这些需要避難行動支援的人做移動的。車で避難する場合には歩くよりも早いから
遅く出てもいいと思いがちですが、遅く出ると車が混みますので、車の避難の時の方が早く避難する必要があります。虽然大部分的人可能会认为用车子避难移动的速度比用走路的还快，所以可以晚一点避难没关系。但是实际上用车子避难的话，很容易遇到塞车的情况，反而应该要更早开始避难。陳さん、今度はここからコロナの避難なんだけど、はい、5分ぐらい休憩を入れたいと思いますので、今までのところちょっと整理しておいてもらっていいかなと思う。あ、はい。次、方敏先生说希望可以有5分钟的时间让他进入到下一个关于新冠疫情的议题。OK です。コロナの避難の方に入るんだけど、5分ぐらい休憩したいと思います。可不可以就是给他5分钟的休息时间让他做一下准备呢？OK。好的、没问题。大丈夫です。はい。好的、那松井先生、因为他等一下想要切入COVID-19 下面的一个避难所的一个操作。所以他跟我提出要求说他暂时需要5分钟的一个休息时间。那线上的观众们齁，还有各位区公所港官们齁，我们请稍等一下。那因为我们这一次呢是第一次尝试的就是使用视讯的方式齁来进行这个线上会议的这个操作。那同时间因为也很难得就是有这个机会就是邀请日本的防弹师来跟我们上课。所以呢我们也尝试就是说把这样子的课程在网络上跟大家公开。那各位长官你们不用去担心，就是说你们的画像会被放在这个直播的荧幕上。原则上我们直播的荧幕只放讲者跟翻译者。那翻译者呢主要是因为害怕就是说有一些可能聋哑人士他在阅读就是在听我们相关的这个发音的时候可能不方便，所以我们留下我们翻译陈小姐的头像也留在画面上。那松井先生这一段他之前没有跟我 re 过，那他可能是需要去找一些额外的资讯或者是其他的东西之类的，我们也不晓得。OK， 那趁着这五分钟的时间，各位长官，你们可以先就是暂时的先喝口水，因为我自己也很紧张啊。各位就是直播也是我一个人，主持也是我一个人啊，所以那个我有点小嘛。那各位线上的朋友们，如果看到那个画面有点卡卡的，是因为那个不管是视讯软体或者是那个或者是这个。或者是直播软体，我还在都还在学，那请各位多担待一下。那我们自己想应该是在猜了，他应该是去拿什么一个新的素材过来。好的，那COVID-19 之下的这个避难收容处所操作，全台湾应该都没有人有适合的经验去讲这个议题了。那曾经我也曾经看过，就是说几个县市有尝试的这样去操作。那去年在外埔区公所好像也有尝试的去做这样的操作，不过总觉得好像少了一些实务上的考量，那到底缺在哪里我自己也说不太清楚。那所以我想这一部分，因为台湾不是不可能会变成日本那个样子，那万一遇到那个样子，如果大家都没有经验的话，对台湾的民众可能不是一个好事情。所以趁这个机会就是说把日本的松井正雄先生邀请过来是不是能够借由他在协助日本在开设避难收容处所的这个相关的这些操作来跟我们做一个分享。那顺带一提的就是说日本防灾士们在协助这样的一个操作的时候，都尽可能的就是去完整疫苗的接种。那像松井先生他本人呢，他本人已经呢完成两剂这个新冠疫苗的一个接种所以他们去做一些性情相关的一些操作。那同样呢防灾士有心在对防灾的工作付出的时候，他们自己也已经有这样的一个准备，就是说即便呢就是说没有公家团体可以及时性的帮这些所谓的这些防灾人员做一些保险，那防灾师会呢，那本身也
针对这些有意愿的人呢，也招募起来，事先的针对这些有意愿去灾区进行协助的人，也有去做一定程度的这些保险。好，我想松井先生回来，我们就不要多说，把时间还给松井先生。马志义さん，はい、马志义OK さん、でどうす。ぞ。いいですか？はい、お願いします。はい、ということは、出るよね、なってるよね。それであと、まあ、2つ目の大きな課題です、テーマですけども、コロナ禍における避難行動ということでお話をします。再来是第二个大主题，在新冠疫情下的避难行动。まあ、避難行動って言ってますけど、人の集まる場所にこんな時に避難してもいいのということですけども、命の危険があれば避難が優先ということになります。首先，第一个疑问是在新冠疫情下，可以去人多的地方避难吗？那我们的答案是，有生命危险时，应该是以避难为优先。避難とは難を避ける行動のことです。避難所に行くことだけが避難ではありません。ということを、日本災害情報学会の片田さんという先生が言われてます。日本灾害情报学会的一位叫做片田敏孝会长，他提到所谓的避难指的是避开灾难，所以说并不是一定要前往避难所才算是避难。災害による危険というのは直接命に関わりますけども、避難所へ避難するということに関しては、感染防止対策を十分に講じておけば、リスクを下げることが十分できます。避难就是要避开灾难，所以说，只要在避难所做好防止传染病扩散的行动，就可以确保生命安全。この住民が率先して避難、安全な場所へ避難するためには、行政による避難情報の発令が大きく影響します。在居民避难的过程中，公家机关，也就是政府的发布的警报，占了很大的一个重要的位置。コロナ禍における避難行動の中で、避難所へ行くことだけが避難ではないよというお話をします。在新冠疫情下，避难所避难并不是唯一的避难方式。分散避難と言いますが、自宅、親戚宅、友人宅、宿泊施設、まあ、ホテルなど、車中泊、テント泊などがあります。这个叫做分散避难，包括可以在自家避难，或是在亲戚家、朋友家，或是一些住宿设施，或是车内帐篷，都算是分散避难的内容。この分散避難は、コロナ禍で急に出てきたことではなくて、今までの災害の中でも、ペットと一緒にいたいからということで、車中泊をしたり、テント泊をしたり、あるいは親戚の避難所は大変だから、親戚のうちに泊めてもらう、友人のうちに泊めてもらうということで、コロナ禍の以前からある行動です。像这样子的分散避难，并不是从新冠疫情爆发后才开始的。其实，在很早以前的避难就已经有采用这样子的分散避难。例如说，有些家庭可能会说，我想要跟宠物待在一起，所以我选择要车内避难、帐篷避难，或是去亲戚朋友家避难。自宅避難の前提は自宅が安全であることです。先ほど言いましたように、自宅の強度がないと、自宅での避難は、難しいです。在自家避难的前提是，自家的建筑必须要有足够的强度，否则如果地震一来就倒了的话，那也没有办法在自家避难。日本では1981年以降にできた家、新しい耐震基準法でできた家は、比較的、地震などの災害に強いと言われています。从1981年后，建筑的。日本的大楼都是比较耐震的。親戚宅、友人宅、
まあ、比較的避難所よりもプライベートが保てると思いますが、少し気を使う、親戚の方や友人、友達に気を使っての避難生活になります。使うってわかるか。虽然说在自家或是在朋友家、亲戚家避难会过得相对的比较有隐私，但是也会担心造成他们的困扰。宿泊施設への避難は、分散避難の中でも、まあ、かなり、プライベートも保てるし、過ごしやすい環境ですが、お金がかかります。而在住宿设施避难的话，虽然有隐私，但是会比较容易花，比较花钱。車中泊もある程度のプライベートはもちろん保てますが、エコノミー症候群に注意する必要があります。すみません、何に注意？エコノミー症候群ってわかあ、るか。在车内虽然也可以保持一定程度的隐私，但是容易有经济舱症候群。エコノミー症候群ってわからない人いると思うんで、飛行機の乗客がずっと同じ姿勢で動かないでいて、まあ、急に動いたら、その動かないことによって止まっていた血液が急に流れ出して、その血液の中に、まあ、ちょっとこう悪い成分やなんかが入っていて、ひどい時には亡くなってしまったという話なんですけども、このエコノミー症候群というのは飛行機のファーストクラスやなエコノミークラス、狭い座席で、起きた病気なんで、エコノミー症候群という名前がついてます。所谓的，因为可能有人不知道什么是经济舱症候群，所以我简单的说明一下。经济舱症候群指的就是在飞机中维持同样的姿势坐太久，然后血液停止循环。当你一起来，它开始循环的时候，那个血液里可能就会带着一些不好的成分，然后导致身体出现一些状况。这个叫做经济舱症候群，就不像是商务舱等等特等舱有舒适的座位。在经济舱就是不容易，比较难活动身体，所以容易得到这样子的一个副作用。テント泊については、日本では熊本地震の時に、テント村なんて名前がつくぐらいたくさんの、テント泊ができました。在熊本地震的时候，就有很多这样子的帐篷营宿。このテント泊は、テント自体が雨や風に弱いので、その辺が欠点になります。但是这样的帐篷露营比较对下雨这种情况就比较难避免，这是它的缺点。大きなテントであれば、家族とペットが一緒に、プライベートを守りながら生活することができるというメリットがあります。那好处的话就是，如果是大型的帐篷的话，就可以一家人甚至包含宠物一起在里面舒适的度过避难生活。避難所の感染リスクを下げ、減少した避難所の収容人数を他の施設で転するために避難所以外の場所に分散避難してもらえるよう平常時から広報しておく必要があります。因为现在是新冠疫情蔓延的情况，所以提倡大家分散，从平时就要开始提倡大家分散避难的概念。分散避難すると避難者の人数を把握することが、大変ですが、避難者の人数把握が最優先課題ではありません。虽然让大家分散避难会比较难以掌握避难者的总共人数，但是掌握避难者的总共人数并不是最重要的课题。過去の災害でも指定避難所に全員が避難したということはありません。即使是在以往发生过的灾害当中，也并不是所有的人都在避难所避难。指定された避難所に行けずに別の場所に避難する状況としては、続けてください。指定避難所へ行く途中の橋が危険で渡れない、指定避難所が避難する前に水没した、指定避難所へ避難した後に避難所が危険になったので他の場所へ移動したというようなことがあります。以前发生过的案例的话，是可能在前往一旦避难所的过程当中，可能桥就被淹没了，或是路就不能走了等等，会发生一些意外的情况，导致他没有办法去指定的避难所，而到了其他避难所。避難所で感染拡大防止のために、
求められる新しい対応と強化すべき対応ということでお話したいと思います。接下来想为各位说明防止避难所传染病传播的需要采取的新的措施以及需要强化的对应措施。コロナ禍における避難行動の、一つ目です。避難所の感染防止対策、感染症対策に必要な物資の準備、石鹸、消毒液、非接触型体温計、パルスオキシメーター、マスク、ゴーグル、フェイスシールド、使い捨て手袋、間仕切り、かっこ透明、間仕切り、かっこ不透明、飲料水と生活用水は多めにということです。再来要讲的是需要在为了要防止新冠肺炎扩散需要的物资大概有这几项，肥皂、消毒水、非接触型的体温计、脉搏血氧机、口罩、护目镜、面罩、一次性手套，隔板呢则有分透明和不透明的，以及大量的饮用水和生活用水。日本でも多くの避難所が、この対応、備品の準備に、間に合わずに困ったという避難所がたくさんあります。在日本也有很多避難所来不及准备这些东西而感到很困扰。非接触型体温計、パルスオキシメーターは避難所受け入れの時と避難者の日常的な健康管理のために使用します。而像是手套、护目镜等等，则是在新冠肺炎下，为了要收容避难者，为了防止传染而使用到的一些物品。マスク、ゴーグル、フェイスシールド、間仕切りの透明、これは感染防止のために使います。面罩、手套、还有口罩等等，则是为了要防止接触感染。ごめん、感染って飛沫感染だったね。まあいいやね。防止飞沫传播的细菌感染、病毒感染。間仕切りというのは以前から避難所にあったと思うんですが、ここでとあえて透明と言ったのは、受付だとか避難者との対応の時に不透明だと顔や姿が見えませんので、同じ間仕切りでも透明のものがないと業務に支障をきたすということです。这边隔板有注明透明的原因是因为在例如说报道接受避难者报道的时候，如果是不透明的隔板的话，可能会看不清楚表情，或是看不清楚嘴巴在说什么，这样会影响到业务的进行。所以这边特别附注了一个透明的选项。使い捨て手袋、消毒液などは接触感染防止のために使います。而一次性的手套还有消毒水，则是为了要防止接触型的感染。飛沫感染というのは、人と人が話をしているときに口から出てきた飛沫、これを直接口の中に入れてしまうことによって感染するものです。所谓的飞沫感染指的是人和人在交谈过程当中、从嘴巴喷出的飞沫导致的接触型感染。接触感染防止というのは、感染している人がくしゃみをするときに手で押さえた、その押さえた手でドアノブを触った後に感染してない人がそのドアノブに触る、でその触った手で、例えば指を舐めてしまうとか、お菓子を手で取って食べるとかということになると、間接的に、感染者が触ったものに感染した人が触って自分にうつるというものです。所谓的接触感染指的是如果有感染的人打喷嚏然后用手遮着，这样他的手上就会有他的飞沫嘛，然后他再用这个手去触碰一些例如说门把的话，那没有被感染的人去碰那个门把，然后再吃东西或是舔手指头，就会直接性的把那个病毒吃进肚子里。石鹸、間仕切りの不透明、飲料水と生活用水については、感染症対策のために新しく求められるものではないですけども、従来よりも多めに準備する必要があります。而一次性手套、消毒水、肥皂、还有饮用水、生活用水等等，虽然并不是自从新冠疫情后才开始准备的新的东西，但是这些东西准备的量则是比以往还要更多。避難所の感染防止対策の2つ目です。比較的忘れられがちなんですが、避難所を担当する職員の衛生用品です。
使い捨て手袋、マスク、ゴーグル、なければメガネでも結構ですよ。長袖のガウン、ビニールエプロン、足踏み式ゴミ箱、これは手を使わないで蓋が開くためのものです。あとゴミ袋、衛生用品の廃棄物ですね。例えば、使ったマスクを捨てたりとか、使った手袋を捨てるときに、使うゴミ袋ということ、こういったものを、準備する必要があります。再来第二点。避难所防止感染的对策是比较容易被忘记的一环，也就是避难所工作人员所用的卫生用品，包含一次性的手套、口罩，还有面罩、护目镜，还有长袖的袖套，塑胶的围裙，还有脚踩式的垃圾桶，是含盖子、覆盖子的那一种，用来丢弃卫生用品的，像是用过的口罩，还是用过的手套等等。那垃圾袋也是用来丢弃这些使用过的卫生用品。この衛生用品の準備については、避難所の運営にあたる対策本部上位へ、行政や地域の防災組織がレベルの高いものを準備する必要があります。而这一些卫生用品则是要由公家机关去做准备的。その理由ですけども、まず一つ目は、避難者の感染防止対策は不揃いで、十分に対策している人もいれば、対策が不十分な人もいます。理由的话有以下几点。首先第一点是、因为防止避难者的感染防止对策、可能并不是每个人都有一样的标准。有些人可能做得很齐全、但有些人可能就做得比较随便。二つ目の理由です。避難者からの感染防止するためには、避難所を担当する職員が全員同じレベルで十分な感染防止対策をする必要があります。第二个理由是为了要彻底的防止、被避难者感染新冠疫情，避难所所有的负责的人员都应该要有同样程度的非常彻底的防止感染的对策。この二つ目についてはもう少し説明します。针对第二点，我想再多做说明。担当職員が全員同じレベルでというのは、一人でも感染防止対策が弱い人がいると、そこから感染が広がるということです。第二点所提到的，所有避难负责营运避难所的人员都需要有同样程度的。感染防止对策，这个原因是因为一旦有一个人疏忽了，他就很容易成为破口。頑丈な堤防も小さな穴一つでどん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 崩れてしまうのと同じことです。就像是堤防只要有一个地方有缺漏或是有不完整，洪水就会从那个地方涌进来。避難所の実際の感染防止対策を行うためのものを説明します。再来要提的是、第三項的防止感染の对策。図にありますように、まず並ぶ位置については、ソーシャルディスタンス2メートルを取ってます。首先、如图所示、在排队的时候必须要保持2公尺的安全距离。コロナ禍でなければ、右上の総合受付、これ一箇所で今までは避難所の受付を運営していました。在没有新冠疫情的情况下、一直都是只有右上的那个综合有而已、其他都是因为新冠疫情而特别增设出来的。コロナ禍の避難所の受付については図にありますように、前に事前の受付を一つ設けます。就如大家所看到的、因为新冠疫情而增设了一个事前报到台。そこで異常のある人と異常のない人を振り分けて再度受付を行います。在那里会先针对有感染和没有感染的人进行分类。例えば事前受付の場合には。まず先讲前置报道。この色は任意です。わかりやすく3色で色を分けてますけど、この色は任意です。
我用了三种颜色做分类。第一个，这个是前置报道的部分，我用的是绿色。事前受付では、避難者の検温と体調の聞き取り、二次受付の振り分けをします。在前置报道要做的是体温检测、询问身体状况，以及跟二次报道的人流做分离。体調の聞き取りについては、例えば、ごめんなさい、まず検温ですけども、37.5度以上の発熱があるかどうかの検査です。首先，第一个体温检测要测的是体温是否是37.5度以上。体調の聞き取りについては、全身に気だるさってわかるかな？倦怠感。全身に倦怠感があるかどうか、乾いた咳をするか、呼吸が困難か、味がわかるか、匂いがわかるか、こういったような項目を聞き取ります。第二个询问身体状况，主要问的是有没有倦怠感。有没有就是莫名的开始咳嗽？有没有呼吸不顺畅？或是有没有味觉或是嗅觉方面的异常？それ分かった、大丈夫。はい、大丈夫です。はい。ここで異常があるかないかということで、二次受付振り分けますけども、二次受付の方の総合検査、通常何もこの検温と聞き取りで異常がなかった方が、行く受付です。第二个，这个蓝色的综合报道的部分是在经过体温检测还有身体询问状况没有问题的人，就会被分配到这个综合报道。ここでは今までやってるような通常の受付をして、避難スペースの方へ案内します。在这个报道台做的就是以往在没有新冠疫情之前那种以往的报道手续。異常があった方の受付ですけども、ここでは受付でなくても直接専用スペースに入れるようになってますが、できれば受付を設けて再度、詳しい状況を健康状態を確認する方がいいかと思います。再来，如果是刚才在体温检测和身体状况那边，有疑虑的人呢，就会被分配到这个专用收容专区，然后在那边会再做更详细的询问和查。小さな4つ目ですけども、避難所受付書類等の改訂と追加、要するに、書類の作り直しとさらに新しく作るってことですね。再来第四点要讲的是，在书面上有做的一些新的增订。今までの受付用紙に健康状態記入欄を追加します。在既往的健康状态表里面，就是新增了一个登记栏位。新しく作る書類としては、避難生活中の体調をチェックするた、毎日チェックするための体調チェック表を作ります。那另外有新增一项是自我的身体状态、健康状态的检查表。3つ目は感染防止の意識が薄れないために、常に感染防止のための掲示物、マスクをしてください、不要な会話はしないでくださいといった掲示物を貼ります。再来第三个是，为了防止疫情扩散而做的文宣，例如说，请大家一定要记得戴口罩。不要有过多或是多余的交谈。避難所の収容人数のお話になります。接下来要谈的是避难场所里面的收容人数。日本では3.3平米に2人、なんつったこの間1メートル、メートルで分かったんだっけ？畳1畳。日本の畳って分かりましたよね。はい。ね。日本の畳1畳に1人というようなのが日本の従来の考え方です。在这个收容所，每个人可以拥有的空间是3.3平方米，大概是一个榻榻米的大小。そのスペースで300人入る体育館があるとします。300人ですか？300人、はい。在这样子的每个人分配的空间下，可以容纳300个人。畳1畳1人で300人入れる体育館。はい、で、これが、ソーシャルディスタンス、2メートルの間隔を取るようにすると、約130人しか入れません。
但是如果每个人都要保持2公尺的安全距离的话，本来可以容纳300人的收容所就变成只能容纳130人。これを感覚ではなくて、ついたてを立てることによって、もう少し間隔を狭くできますから、約200人ぐらい入れるようになります。那如果不是单纯的增加距离，而是用隔板来协助做这个安全距离的控管的话，可以压缩到，可以控，把那个使用的空间做压缩，变成增加，从130人增加到收容200人的规模。いずれにしろ収容人数は圧倒的に減りますので、行政側はそれを補うための避難場所を確保する必要があります。因为能够收容的人数变少，所以行政机关政府方面呢，则就需要去另外去找额外的收容场所。まあ、地域の状況によっては、一つの避難所すべてを、感染の疑いのある方にしてしまうという方法もあります。也有一种方式是将有感染嫌疑的人全部集中收容在特定的一个收容所里。避難所ルールの強化です。まあ、普段一般のというか、今まで従来の避難所についても避難所のルールというのは当然作るんですけども、特に強化する必要のあるルールについてお話をします。在避難所的生活会有很多规则，那我接下来要讲的是需要特别被强化的一些规则。まず個人で行う感染対策です。首先是个人必须要做好的传染病对策。これはマスクをしたり余分な話をしないというようなことですね。例如一定要戴口罩，还有不随便跟人家有过多的交谈。二つ目は生活動線の区分です。廊下だとか階段だとか、皆さんが通るところを、完全に感染の疑いのある人と、一般の方と分けるということです。是生活动线的区隔，像是走廊、楼梯等，人们在行走过程中会经过的地方，这个地方呢要用要去分别哪些有感染嫌疑的人和没有感染嫌疑的人，不可以走同样的地方，要做区隔。使用施設の区分です。トイレとか水道など、施設のものを利用する場合も、感染の疑いのある方と一般の方と完全に分けます。另外是使用设施的区隔，例如说厕所等等，这些部分也是要分有感染嫌疑的人和没有感染嫌疑的人。一般スペースから専用スペースへの立ち入りを禁止します。并且禁止感染和没感染的人互相接触。避難所利用者以外の人との接触を禁止します。另外是禁止避難所收容的民众和避難所之外的人接触。これは知り合い、その避難所に知り合いの人が訪ねてきたり、あるいは家族で別々の避難所に入った場合に家族が訪ねてきたり、そういったようなことです。例如可能一家人被分配到不同的避難所、然后可能会想要互相探望、但这是不行的。定期的な室内の換気の実施です。再来是定时的室内通风操作。これは冬でも夏でもこの換気というのは十分に時間を決めてする必要があります。不论是冬天还是夏天，都必须要定时的做换气。まあ避難所の場合には密集密接を避けることはできませんが、この密閉、閉ざされた空間を、この室内換気によって解消することができます。密閉だけですか？密閉だけ。三密と言って密閉密集密接というのがあるんですけども、密集と密接は避難所では避けることができませんけども、この密閉閉ざされた空間ということは、室内の換気を実施することによって解消することができます。刚才提到的那个三密、密集、密切，还有密闭，这三项里面呢，因为是避难所生活，所以密集和密切是无法避免的。但是密闭这个部分却是可以，我们可以去做应对的。
避難所の回数7つ目ですけども、感染者が確認された場合の対応、結構この感染者が確認されたということをあまり意識しないんで、比較的忘れられがちなんですが、実際に感染者が確認された場合にどうしたらいいかということに皆さん戸惑いますので、ちょっとその話をします。再来第七点要讲的是发现确诊者时的操作方式，这部分比较容易被遗忘，因为可能就会忘记说哦，已经有确诊者在里面。那这部分我要再做详细的说明。日本の場合の、現場での権限は保健所というところにあります。以日本实际上现场操作的经验的话，是另外有设一个保健所这样的地方。感染者が確認されたら、まず保健所の指示を受けることが必要になります。在发现确诊者的当下，首先就请那位确诊者先到保健所去接受一些建议。事前にどのような内容のものを報告するとかというその手順についても保健所と打ち合わせをしておきます。すみません、もう一回言ってください。はい、事前に前もって保健所にはどのような内容のものを報告したらいいかということを確認しておく。所以要先确认说，在确就是确诊者需要事先准备好哪些资讯来回报给保健所。例えば、性別、年齢、基礎疾患があるない、今現在熱はどのくらいあるみたいなその症状などを報告するようになると思う。その状況によって保健所の方で指示が出てくるって形になります。那诊疗站会给的指示呢，就是他会要求确诊者提供一些资料，例如说姓名、年龄、是否有发烧等等，然后再去做进一步的观察和指示。二つ目が感染者が確認された施設の消毒です。再来是确诊者所在设施的消毒。三つ目が、その人と同じスペースにいた避難者の移動、別の場所に移動させるということです。那曾经跟确诊者待在一起的、收容者就会被移到另外的场所。四つ目は移動させた後ということになりますが、四つ目はその同じ部屋にいた人の健康観察をします。而被移动到其他地方的同住者，他们会需要再做一段时间的健康观察。感染はしていないけども、その人の近く、例えば先ほど130人、2メートル間隔で入れると言いましたけども、当然感染者の近くにいる人と遠くにいる人がいます。近くにいる濃厚接触者についてはどのような対応するかということもあらかじめ決めておきます。再来是要事先决定好，如果跟确诊者有密切接触的人，要进行什么样子的安排？避難者が避難所を持っていくものとして、今までコロナ禍以前の非常持ち出し品と若干プラスされるものがありますので、それをお話しします。再来要讲的是，避难者前往避难所时应该携带的物品，除了既有的物品之外，又增添了几项为了因应新冠疫情的新的东西。当然避難所にも備蓄品としてありますが、数は少ないということと、感染を防止するという意味で自分で持っていくということです。虽然避难所也会有提供，但是不确定数量是否充足，所以还是建议大家自行携带。マスク、石鹸、ウェットティッシュ、まあ除菌用です。非接触型の体温計、まあ個人で使う場合には脇の下に入れる体温計でも結構です。プラスオキシメーター、使い捨て手袋、ビニール袋、歯磨きセット、こういったものを避難者は自分で持っていきます。例如有口罩、面罩、肥皂、湿纸巾、消毒用的湿纸巾，还有非接触型的体温计。那如果是个人携带的话，就算是要用在大只窝的体温计就没问题，就不会有身上的问题。然后再来是血氧浓度计和一次性手套和塑胶袋、牙膏、牙刷之类的盥洗用具。避難所の生活になります。まあ、手洗い、うがいの励行。これは従来もやっていたと思いますけども、手洗い、うがいをしてください。
再来是，在避难的情况下要做的行动，像是要勤洗手，这个在还没有新冠肺炎的时候就会督促大家经常去做。2つ目は3密、先ほど言いました、密閉、密集、密接、これを避けるようにしてください。再来第二点是要避免三密，也就是刚才提到的密切、密集和密闭。会話を控えてください。第三点是希望大家少讲话。不要な会話しないということと、会話するときには、例えばマスクを2枚重ねるというような方法もあるかと思います。如果说不得不说话的话，就是必须要戴着口罩。4つ目は、黙食と日本で言ってますけども、飲んだり食べたりするときには喋らないということです。再来第四点是，保持沉默来吃东西，像是吃东西、喝东西的时候就不要讲话。5つ目は先ほどとダブります。避難所以外の人との接触を控えてください。再来是跟刚才说过的有重复到的，不要跟避难所以外的人有所接触。最後に、体調不良の申告を自分から自ら自発的に行うようにしてください。最后一点是，如果自己身体有不舒服的话，一定要主动说。この最後の体調不良の自己申告は、人によって、体調が悪いというと、避難所を出されてしまうんじゃないかということで、隠すような人もいますので、注意してください。因为有些人可能会认为，如果我跟避难所的人说我身体不舒服，会不会被赶出避难所？因为有些人会有这样的疑虑，所以一定要跟大家宣导说有不舒服就要立刻讲。本題は以上なんですけども、ちょっと訓練のお話をしたいと思います。先ほどしっかりした計画があってもダメだよってお話をしました。我的今天要讲的主题已经告一段落了。我再来想要讲的是关于训练的事情。刚才有提到，即使避难的计划非常的完善，但还是有可能会产生悲剧。東日本大震災時の南三陸町のお話です。我要讲的是在东日本大震灾发生海啸时，的一些情况。特別養護老人ホームの避難計画では、十数メートル高台にある志津川高校に避難するようになってます。志津川方向。高等学校で、ハイスクールでいいです。高等学校でいいです。ハイスクール。十数メートル高いところにあります。这个志津川高校，它场所是在有几十米高的一个高地上，然后这是一个特别养护老人中心，这就是养老院，叫做慈惠园。他们的避难的目的地是这个志津川高校高中。そのような計画があったにもかかわらず、67人中46人の方が亡くなっています。虽然已经有订一个完善的避难计划，只是这些养老院的人要往这个志津川高中避难，即使如此，还是69人中有46人死亡，これは47人中，不好意思。計画だけあって訓練をしていなかったことの結果です。这就是只有计划却没有进行训练的结果。その結果の原因をお話しします。为什么会导致这样的情况发生呢？我要来谈谈这个原因。十数メートル高台の高校へ移動するための道が階段でした。这个是要通往位于数十公尺高的高中的必经道路，是阶梯。訓練をしておけば、この時に、これでは登れないよね、スロープを作ろうよね、というような、避難するための方法がいろいろ考えられたと思うんですが、それができませんでした。如果有实际进行操作的话，就会发现没有办法用轮椅登上这样子的高地。計画ができたら、訓練を重ねて、住民の意識を高める必要があります。所以在订计划之后，一样也是需要进行训练，才可以提高大家居民的防灾意识。
今日参加された方に、松井から、プレゼントの言葉があります。我想要送今天来参加这场线上会议的人一句话。一つ目です。イメージと気づきということです。災害をイメージする力と減災対策への気づきの力をつけてください。で、これらを災害対策にどう役立てるかということを考えてもらいたい。这句话叫做想象力与细心。想象灾害的想象力，以及对于灾害减灾对策的留意程度，细心的留意程度，这句话对那个灾害对策到底有什么帮助呢？日本では災害が起きると想定外という言葉をよく使います。日本每到发生灾害的时候，总是会有一句话叫做意料之外。この想定外を生み出す言葉として、悪魔のささやき、魔法の言葉というのがあります。而这个意料之外衍生出了两种说法，叫做恶魔的耳语，还有魔法的一句话。悪魔のささやきは、まさかこうなると思わなかった、まさかそんなことが起きると思わなかったという意味です。所谓的恶魔的耳语，就是没想到会那样，早知道就怎样。想定外を作るのは、このまさかという考えが自分で作っていることです。之所以会有意料之外，就是因为被恶魔的耳语所影响，才会导致做出错误的判断。魔法の言葉、もしかしたらは、もしかしたらこうなるかもしれない、もしかしたらこんなことが起きるかもしれないということで、あらかじめ災害をイメージして、それに対応していくことです。而魔法的咒语的话，就是说，说不定会发生那样子的事，搞不好会发生那样的事，提前为未来做准备的这样子的想法。防災を考えるときには、このもしかしたらという魔法の言葉を皆さん覚えておいてください。所以，请大家，一定要时时记得这个魔法的一句话，就是说不定，搞不好。例えば、まさかここまで水が溢れるとは思わなかったということと、もしかしたらここまで水が溢れるかもしれないということで、避難情報の出し方も違ってきます。例如，大家不要认为说，没想到水会淹到这里来，而是应该要想，说不定水就是会淹到这里来。はい、シェイシェイです。谢谢大家。